じゃあ、はい。まあ宮崎から東京に出てきたわけじゃない。はい。ね。はい。で関西に行くっていうのは抵抗なかった。あ、なかったですよ。全く。はい。もうそのやっぱり宮崎出ても大学でやっぱり昔の大学って結構厳しかったじゃないですか。厳しい。その寮の中でもうこれほどもうないだろうな苦しいのはっていうのをやったんで、まあプロに入ったり社会人に行ったりするのはもう天国みたいなもんでしたよ。あ、自分の好きな時間にまあ余暇は過ごせるし。でもさ、まあ幼少の頃から野球は見てたでしょ。見れないです。見ない。宮崎のあの放送事情っていうか民放が2局しかないんで、その中でもジャイアンツ戦っていうのは見てたでしょ。父親が見てるんですけど、やっぱり僕が子供の時もその時間に見たいのがあるじゃないですか、うん、あるよ。したら父親がちょっと飲みながら見られると他のが見れないんですよ、うん、そうすると恨みしかなかったですああそう野球に対してなんだよっていうのは、宮崎なんでジャイアンツがずっとキャンプ来てるから、ことさらテレビで見るものかと思ってたんですよ。だからあのでもじゃあさ、はい、小さい頃ってどこのファンだとかなかったの？いやファンというよりかジャイアンツっていうものでした、プロ野球が。ああなるほどね、はい、まあそれしか映んないからね。家から自転車で行けるところでキャンプしてたんですよ。あ、だから川上さんの時に王さん長嶋さんとか他の方たちとかみんなそこ行くと頭なずられたり帽子くれたりするんですよ。おそれとかそのトランポリンだったかな、やってこうお店来いって言われて一緒にトランポリンでトレーニングの一環なんでしょうけど、そこでやらされたりとか。やってた？やってましたよ。いやそれじゃあジャイアンツに入りたいっていうことはなかったん？だからその野球というものをそんなに認識してなかったね。その野球チームもないし学校にもないし、その野球というのは赤白棒を巻きつけて柔らかいボールを打つぐらいの野球しかしたことなかったんで。なるほどね、はい、でも阪神ってやっぱり人気球団だよね、はい、まあ、だからその認識なかったんですよ。あ、まあ他も知らないから、知らない知らないです、まあ、プロ野球ってこういう世界かっていうぐらいにしか認識なかったんです。そうですね、だから高校生になって野球をするようになってから多少やっぱプロ野球の12球団とかルールとかそういうものを見るようになってきて、最初は12球団言えなかったですし、でその中でまあ人気球団とか出てきたけど、その人気のほどがどのくらいかっていうのはジャイアンツをそばで見て、やっぱマスコミがいっぱいいてそれは見てますけど、他は見てないからこれが普通ぐらいだという感覚だったんで。いやでもさ、プロに入って他の球団とも対戦するわけじゃない、はい、やっぱり伝統の一戦っていう言われる巨人戦っていうのは全然違った？いやもう入ってからは違いましたね。どういうふうに違う？いややっぱりもう単純にお客さんが多いじゃないですか。ああそうか、まだ当時っていうのは巨人戦ぐらいかいっぱいなんだ。そうなんですよ、まだ少ない時もありました。そうだよな。でやっぱり差もありましたし、当時はお客さんの席が5万8千人だったんですよ。そうで5万8千人が上から声が落ちてくるんですよ。もうあのあと1人とあと1球、ここまで行くのはすごいんですけど、こっからのプレッシャーたるや、あと1人で打ち取らなかったらなんて言われるんだろう。いやでもさまあいろんな試合投げてきた、でしょ、はい、で太陽戦とやっぱ巨人戦では全然違った？例えばロッカーの雰囲気だとかミーティングのミーティングだとか、そういうの全然違う？いやそこはあのミーティングに関しては変わらないですよ、うん、やっぱり先乗りの人たちがいろんな情報をくださるんで、勉強することは一緒だし見るものも一緒なんですけど、思いが違う。やっぱ伝統の一戦といろんなものが昔に因縁もあるし、自分の場合は宮崎の出身で巨人戦頑張らないと父親には見せられない。あ、はい、映んないから、まあ、1分でも10分でも長くそこにいるためにはマウンドに居続けなきゃいけないというのはありました。だけど他のチームとの戦いの時はやっぱり自分の生活があるんで、初勝利は太陽ですよ。そうだよな、はい、俺多分ね牽制で刺されてるわ。さあ刺しましたね。そうだろ、はい、俺もターンがめちゃくちゃ速いっていうのが、いや高木ずんぐりむっくりしてて、ずんぐりむっくりは、まあ、お互い様でしたけどいや俺はその時はスマートだったからね。いや僕も一応あのストライプでしたからまあまあマッチって言われたのな。近藤正樹と湯田さん足速いの分かってるから、多分ちょっと何ていうんですか、ギリギリの牽制っていう、あれボークだよな。いやボークじゃないです。いやちょっと入れてたもん。ボークではないです。ボーク曲がり、ああそうですね、あのポークぐらいです。ポークでなるほどね。あ、まあ牽制刺されたの覚えてるけど、あの一番最初ですもん、牽制刺したプロで。そうだよな、でも僕からしたらやっぱり
盗塁でもね、12球団代表するような選手を一番最初に刺したら、それからやっぱり牽制っていうのをやっぱ考えていくようになりました。いや、はい、ターンが早かったの覚えて、こんなに速いターンするんだと。いや、あの時はね、舐めてたんですよ、豊さんが、まあ、ルーキーだからね、はい、知らないのと、ね、やばいみたいな。いや、でもやっぱボールに力があったし嫌だったけどね。僕ですね、今思えば高校の時も球の握り方知らなかったんですよ。ああ、そう、はい、で、まあ大学とかその辺に行った時にやっぱり本とか見始めて、そのフォーシームっていうんですが、今で言うね、それをまあ直球と書く素直な球をきれいにこう投げていくような握り方っていうのを考えていったんですけど、でもどうも気持ちが悪くて、なんでかって言ったらそういう風に持って投げてなかったから、僕の球って今でいうツーシームなんですよ。それをいろんなところで握ってツーシームとかワンシームして投げてたから、スコアラナさんがあれ何っていつも聞かれるんですよ。よくボールは動いてる感じはしたよね。で 動いてキャッチャーの人が取りづらい球が僕はいいと思って投げてたんで、だからバットの下にいかに入れていくかっていうことしか考えてなかったんですよ。だから綺麗な軸回転の綺麗なそのフォーシームっていうのはあまり考えるのは、遠投するときに綺麗に投げようとしただけで、江川さんのを見てすげえなと思って、でもなかなかその動かそうとしたから綺麗にいかないっていうのが僕の球でした。いや、だけどさ、やっぱ阪神のピッチャーってサード見りゃ掛布さんいて、ファースト見たらバースでしょ、はい、でセカンド岡田さん、まあ、平田はそうでもなかったと思うけど何がですか。いやいや、バッティングとかね。ああ、でもあの優勝した時、最初春あの平田軌道で 1-2 にいた時ありましたもんね。まあまあ確かにね。いや、だけどあの野手をバックに投げるっていうのは、まあ、良かったでしょ、心強かったでしょ。やっぱそのなんていうんですか、打撃のチームでしたね。いや、打撃だって先発ピッチャーに5点上げてんだっつって。そう、5回までに。そうだから味方で良かったなと思って投げてました、いつも。この人たち投げたくないじゃないですか。やっぱそうなの。そうそう、バースとか掛布さんとか岡田さん投げたくないですよ。いや、投げたくないけど、投げたくないです。でもバックにいる心強さっていうのはすごかったでしょ。バックにいる心強さはマウンドに来た時にあまり感じなかったです。あ、そう。逆に怖かったです。何やってんだみたいな。そう。あ、そう。打たれていいから恥かけとか。あ、そう。まあ、バースも守らん言うてるのお前って岡田さんに。あ、そうなの。そんなプレッシャーかよと。だから平田が来て、大丈夫ですか、俺のとこ打たすなよ絶対って帰る。あ、そうなの。でも逆にそうやって励ましてもらうんですけど、はい、まあ、でもすごい人たちが守ってるのは確かでした。なるほどね。でもそういうバックを持ちながらホーナーには痛い目にあったよね。ホーナーですね。ホーナーは本当に情報もないし、投げたらその3連発ですか。だから僕は3連発打たれたんだよね。3連発ですよ。前日に本当はマイクが1本、ライトのポール際に打たれてるんですよ。マイクっていうのはあの中田、中田ね、はいはい、でもホーナーが来た時になんか大したことないような感じがしたけどな。なんかその黙ってこうつったっていきなりパンって打つ人で、なんだろうなと思って、赤鬼みたいな感じの。そうだけどあのバット軽かったんですよね。でどこに投げていいかも分かんなくて、言われるがままに投げて、言われるがままに打たれて、センターに最後打たれたんですけど、北村さんだと思うんですけど、打った瞬間一瞬前に出てますから、ね、そのまま。でもお前もジャンプしなかったんだっけ。しませんよ。取ろうと しなかったっけ。あ、そう。打球速いですもん。いや、すごかったよな。ただ練習しなかったんで非常に短命で、僕札幌行ってたな、北海道でも打たれてるんですよ、うん、なんせ7割ぐらい打たれてるじゃないですか、ホーナーに、はい、やっぱすごかった。すごかったです。でなんか、まあ、バースとキーヨとかは彼にご馳走になったんで、池田に挨拶しとけってホーナーに言われたって。あ、そのぐらい監督賞を僕から打ってもらってました、ね、しょっちゅう打ってました、ね、だから1年でいなくなって僕はありがたかったです。まあメジャー行ったからな。そう、野茂か先に全米で流れたかっていう話です。そう。いやいや、でもやっぱ贅沢な阪神時代は。いや、まあ本当にあの裕福な感じでしょ。裕福って何ですか。いや、だってさ、話に聞くとサイン会行っても我々の太陽のサイン会と桁が違うって言ったの。そうです。巨人阪神は。いや、巨人はすごいと思います。阪神は僕はあんまなかったですよ。いや、でも給料に手つけた。給料手つけますよ。いや、だけどオフの間にそういうイベントごとがあって、はい、行くと大体そこで、まあ、1年間の
そういう人もいらっしゃいました。はい、賄えるっていうもん、ね、そういう人もいらっしゃいましたね。僕は違いますよ。本当かよ。はい、本当です。そのイメージを落とす。いやいやいや、イメージを落とす。いやいや、そうじゃないですよ。そういう方も多分いらっしゃったですよ、うん、結構仕事が多くて。僕は結構毎年怪我をしてたんで、うん、オフシーズンは結構ケアしないといけない時間が多かったんで。怪我してた。はい、1年目に左足の小骨骨折、うん、2年目に小指、骨折、3年目に右足虚骨骨折。骨折多いね。多いんですよ。そんな太いのに。松本さん2回踏まれたです、ファーストで。ああそう。それで骨折した。果物屋さんが持ってきてピンポンで持ってったら僕を呼べて、松本でついて行ったらジャイアンツから果物の差し入れと。よかったですね。骨折しとるって。ああそうなの。へえ。だから2階が、だからその2階が巨人でしょ。1階が平沼、中日の平沼のバントシーンって避けたらここに当たって折れて。で、中日は何かあった。はい、差し入れかな。ないっすよ。あ、中日じゃなかったですね。でも巨人さすがだね、やっぱね。久留米さん知ってんだと思いながら、すごかったです。それはすごかったです。量がね。量が。まあ、大変知れてるよね。でも、で最後が打球がここに当たって、そのまま倒れて、救急車運ばれて。それどこで。いや、甲子園です。阪神時代。はい。高澤さんですね。カープの昔ロッテで首位打者取られた。ああそうそう。ああ高澤は俺と同期。同期ですね。うん、で投げて無見えなかったです。でこの辺でこんな今のこんな大きいのが出てきてこのぐらいで当たってもうこう見えたら潰れたんですけど、これに当たってたから僕は今生きてるらしいです。耳たぶ。これ耳たぶ当たってなかったら即死してもおかしくないと思いました。ああそう、まあ。どこの病院行ったかも覚えてないんですよ。もう意識がなかった。なかったです。で、ユニフォームをハサミでカットして引き抜いて MRI 入ったらしいんですよね。もう全然覚えてないです。退院しても覚えてない。どこかも覚えてないですよ。ああ、そう。はい。それが最後の怪我で、その、ちょっと残念なのは、その怪我した年に取れてますよ。まだちゃんとできない。死ぬかもわかんないからね。いや、っていうか、野球ちゃんとやれてなかった。最後の試合に1球でもいいから投げろって言われて、それで取れるんです。で、大行きました。まあ、投げれるということを証明させないとね。その時に投げてたら中西がトレードっすよって。ああそう。ピンポンって。なるほどね。はい。